じゃあ今日はね、はい、これやっぱ奈良といえば、はい、お寺なんですけど、そうですね、まあ、まあ有名どころではなく、はい、ちょっとね、はい、レアな般若寺、般若寺です。鎌倉時代って書いてますよ。はい、古いですね。古いですね。でこれが、これ門。これ門なんですけど。桜門。ちょっとね、もう閉まってるらしいんで。ああ、残念。これ、まあ、向こうからに入り口があって、はい、駐車場もあるんですけど、はい、もう行かないんで。行かないんですか。はい。行か、いやもう閉まってるから。で、ちょっとチラッと情報では、はい、まあ、戦国時代に焼け落ちたと。はい、あ、なるほど。あ、ほんなら、はい、穴がち。関係ないことはない。関係ないことはない。で、最古の寺。最古の桜門。あ、桜門。はい。って書いてました。って書いてました。はい。あ、ここ、これ。あ、これです。ここが。あ、こういう構図になってまして。はいはいはい。ここからこう入れるんですけど。はい。あ、だからそうですね。5時から仕事終わりには入れない。あ、だから門は見れる。門は見れる。門は見れる。そう。外からは見れる。これは。はい。最古の。いや、これでも。よう考えたらこれすごいことですよね。まあ確かに。え、何年ですか？何百年ですか？鎌倉時代からあるでしょう。はい。昔から残ってるんでしょう。これ多分釘とか使ってないんでしょう。ああ、でも門は焼けんかったんですかね。寺は焼けたけど。ああ、そのパターン。ね。はい。これ松永久秀関係あるんですね。関係ある思いますよ。だからすごいでしょ。憶測だけで旅をする人たちって。まあだって。それでいいんですよ。そうでしょ。はい、結局そうかもしれないしね。そうなんですよ。大まかに言うとそうなんですよ。みんなそうなんですよ、はい、昔のことやから。古門だけはってなったんでしょうね。あ、なぜなら多聞山城やからと。あ、なるほど。門だけはと字がちゃうけどね、はい、門だけは、はい、残しといて言うて多聞山城を焼き払え言うて、はい、門を焼かへんっていうのを指示系統がバッチリですね。あ、そうですよね。そのもんじゃないで、寺は焼けたんですね。その門は焼いてあかんで、焼いてあかん、寺は焼いちゃったんですよ、はい、そういうもんなんで。なるほど。寺は ここめっちゃ興味あるんですけど。牧場これ、これ牧場ってめっちゃ興味あるんですよ。ちょっと待ってください。これめっちゃいいじゃないですか。これめっちゃ興味あります。気づかなかったですけど、これめっちゃ街中なんですよ。はい、住宅地、はい、そうです、牧場があるんですよ、はい、ここ来たいですね。いや、来たいです、来たいです。上村牧場さん、はい、これぜひありやと思うんで。新鮮な牛乳、コーヒー牛乳。牛飼ってるんですかね、ほんまに。え、あれ牛舎じゃないんですか。ここめっちゃおもろいですね。いや、ここ来たかったですね。ここありですよ。え、開いてないんです。え、もう閉まってるんですか。早いな。今度許可取って、はい、一途さん、あ、じゃあ上村牧場さんで、はい、10本ぐらい刻みに行きますか。刻みたいですね。駐車場もあったんで。次、ね、え、だってほら、絞りたて牛乳、ソフトクリーム、ね、クッキー、クッキーも、クッキー、クッキーですよ。こんな街中にね、はい、牧場があると思わんじゃないですか、はい、カフェレストランもありますよ。でしょ、はい、絶対ありですよ。これ何時まで。これ仕事終わり来たいですよね。ここ、これ仕事終わり来れないから閉まってるんですけどね。そうですよね、ほんまだったらね、はいはい、かたまたま定休日かも分かりませんね。あ、かもしれないですよ。うわ、これ気になる、何も書いてない。電話しましょうか。これ電話、はい、どっか書いてません。ここ僕ちょっと来ますわ、ほんまに。あ、プライベートで、はい、あれ書いてる、書いてる。え、書いてます。11時から14時ってなってません？左か。え、14時。はいはいはい。ああ、結構早いですね、島の。早いんちゃいます。あ、じゃあお昼休みに来れますね。あ、ほんまですね、近かったら。いや、これ来ましょうよ、一回日改めて。ねえ、ね、これはちょっとありですよ。ありです、ありです。これはありですよ。牛乳飲んで、はい、ソフトクリーム食べて、はい、クッキー買って、クッキー買って、はいはい、雑貨買って、雑貨買って、雑貨、これ刻めましたね、これ。雑貨ってね、雑貨って、ね、雑貨って何なんでしょうね。雑ですから、ね、確かにね、はい、確かにね。あれ、はい、上村院。え、上村牧場でしょ。お、え、親戚ちゃいます。ですよね、ここの人がやって、あ、だからやってるんでしょ。ちょっと待って、え、病院の営業時間みたいに。あ、はいはいはい、はい、営業時間、診療時間ね、はい、12時でしょ。はい、あんま関係ないんじゃないですか。関係なかった、あんま関係なかった、はい、関係なかった、関係なかった。じゃあ行きましょうか、はい、明日の動画もお楽しみに。楽しみに。